ダールという映画作家のお話をしております。で、彼がですね、映画史というです、ね、非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言っているんですね。つまり、映画とは何か、それは nothing、つまり何者でもない。では映画は何を望むのか、それは everything、つまり全てを望む。では映画には何ができるか、それは something、つまりちょっとした 何ほどかのものだということです。逆に我々はですね、その彼が映画について言ったことをアートについて、あるいはアーティストについて、一般化して、アートとは何か、それは何者でもない。しかしアートは何を望むかと言われれば、それは全てを望むということになっている。で、その結果アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるというふうに、言い換えることができるというふうに思います。で、その中で、まず第一にですね、言いたいことは、自分は何ほどでもない、アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分のそのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二に、そこでじゃあその自分は何者でもないから萎縮して終わりかというと、そうではない。何者でもないからこそ全てを望むんだという野心を持っていただきたいと思います。で、このように一方ではですね、まあ、自分は今まで絵が上手いとか何とか思ってたけれども、そんなものはどうってことないんだと、自分はゼロだと認識すると同時にですね、そのゼロである自分が、全てを、いわば無限を望むのだ、全てを変革することを望むのだという野心を持たれたときに、まあ、その狭間でですね、皆さんが何ほどかのことをなしで、私を、ここの教員たち全てを、さらには世界を、大きく驚かしてくれることを確信して、最初の挨拶というふうにしたいと思います。はい、狂気イコール主体の分裂、芸術創作室。狂気をその身にはらんだ倫理的狂人芸術家、藤岡隆之。ニーチェの強者というのはものすごく弱い。世界史においては必ず反動的なもの、否定的なものが勝利し、能動的なもの、肯定的なものは全面的に敗北している。これはなぜかというと、弱者の側が力で勝っているからではなく、弱者が強者に病を伝染させ、それによって強者の力を差っ引くからです。だから強者を常に弱者の攻撃から守らなければならない。詳しくはウェブサイトで。バイ。